はい、えそれでは行列式の性質ということで行列式の性質を使っていろいろ計算していくわけですけれどもその性質を説明していきますえ <laughs> まず列基本変形と行列式ということで復習ですね多重線形性や対下性交代性といった行列式の定義性質的な定義から直ちに分かることとして列基本変形の中で I, i 列の c 倍を j 列に加えるというような変形ですねにおいては行列式の値は変わらないそれからある列を c 倍すると行列式の値は c 倍になることですねそれからある列とある列を異なる2列を入れ替えると行列式の値はマイナスになるこの3つの性質が得られたわけです つまり、列基本変形に関して行列式がどのように変わるかということが分かっているわけですね。また、三角行列の行列式については、このように対角成分をすべてかけたものが行列式になるということが分かっています。でこれは簡単に、えー、列基本変形を使って求めることができるわけですが、実際、例えばこのような行列式の場合は、まず1行目を吐き出して、次に2行目を右側を吐き出して、 三角行列にして、三角行列にすると計算できるわけですが、ここからさらに三角行列の行列式の公式を使わないとすれば、この三列目の三三成分ですね、マイナス7を使って、マイナス7を外へ出して001にして、三行目を吐き出すというようなことをやれば、結局得られるわけですね。 はいまあ、その部分を公式にして三角行列の行列式という形にしたのでしたちなみにですね三角行列の場合はこのように上側が0の三角行列下三角ですねそれから下側が0の上三角行列いずれの場合も対角成分の積になりますから元の行列の行列式は三角行列の行列式は点値を取っても値が変わらないということが分かります あと、はいえー、で実はどのような行列の行列式も点値を取っても値は変わらないということをやるんですがそのまあ一つの、えー、利用するポイントとして三角行列の場合は少なくともこのように点値を取っても行列式が変わらないということが成り立っているということですね。